世田谷区立山野小学校は、東京都世田谷区木の田にある公立小学校である。2010年度から義務教育9年間全体を通して、質の高い学校教育を推進することを内容とする、世田谷9年教育の一環として、区内で近接する世田谷区立木の田中学校、世田谷区立木の田小学校、世田谷区立名称小学校とともに、学校グループ、 木ヌタの学び者を構成している。また、年々児童が増加傾向にあり、都内屈指のマンモス校になりつつある。地域運営校にも指定されている。また、避難所でもある。2019年、世田谷区の中でダイヤモンドオンラインが発表した教育環境力ランキングで第3位に選ばれた。1963年6月26日の第一期校舎落成後、 1964年4月に当時生徒数が急増していた世田谷区立木沼田小学校の文校として開校。初代校長に渡引健三が就任。同年11月には交渉を発表。1966年に校歌制定。2018年には新校舎落成。以下の図は世田谷区立山野小学校における教員組織である。なお、 例は元年5月1日現在のものである。人数の増加によって、副校長が1名から2名に変更された。ABCD、世田谷区立山の小学校。school.setagaya.ed.jp。2020年4月17日閲覧。区立山の小学校避難所。www.ulsho.com。 2020年4月27日閲覧。世田谷区ベスト20小学校区教育環境力ランキング。東京都東京都公立学校副校長任命東京都。www.metro.tokyo.lg.jp2020、ok、年4月27日閲覧。世田谷区立小中学校ホームページ。 school.setagaya.ed.jp 2020年4月27日閲覧通学区域学校別で見る小学校や行世田谷区ホームページ2020年4月12日閲覧ありがとうございます